こんにちは天馬アカデミーです今日は日本市場じゃ稼げない海外ブランドが日本から撤退するわけ。まあ、これについてお話したいと思います。ニュースで、ね、デビアス日本撤退というのが、ね、出てきました。まあ、ダイヤモンドは、ね、給料の3ヶ月分が目安ですという、ね、習慣を根付かせたあのデビアスですけど、日本を撤退します。 まあ日本市場はね、市場規模はまあ世界第3位ですから、そんな小さくないはずなんですけど、ただね、実は国民一人一人の所得が少ないとね、ねつまり、あまり高級品、贅沢品は売れない、なのに品質はうるさいというのでね、えー、割に合わないというので撤退する企業が増えています。まあ 私なんかもね、使ってたシティバンクも撤退しちゃいましてね、えー、三井住友の、えー、ブランドというかサービスに変わっちゃいました。他にもね、えー、アパレルとか、まあ、無数に本当に撤退してるんですけど、まあ、その一部がね、えー、例えばハーゲンダッツ、ねえー、スーパーでハーゲンダッツは売ってますけど、実店舗はなくなっちゃいましたね。でオフィスデポ、オフィスデ,スもデポもね、えー、もう 店舗は閉めちゃっってネッットショップしかなくなくたとで化粧品店、イギリスのブーツ、な、えー、くなっちゃいましたね、えー。吉祥寺にそういえば出たんですけどね、な、えー、くなっちゃいました。ほかにもあったと思いますけど。で、テスコ、ね、テスコあったかなって感じですけど、まあ、いつの間にか、えー、進出して撤退してた。カルフール撤退。アイホップファミレス撤退。で、プランタン、銀座のあのプランタンも、えー、去年の末で撤退と。 あとダンキンドーナツ撤退何しろね、高品質で、まあ、低価格な商品をね、奴隷のように安い所得で供給し続ける日本市場では、まあ、普通にやったらね、もからないと。で、そのくせ、品質にやかましい。なら、他の伸びてる市場とか、よりでかい市場。 まあ具体的に言うと中国ですよね。中国で展開したか全然儲かるというようなことになって、まあ、日本からね、どんどんブランドなくなってます。ただ逆に裏を返すとね、日本製品というのは低価格で高質な商品を仕入れできる、まあ、仕入れ市場としては理想的なわけですね。 でですんで日本でね、売って頑張ろうと、国内セドリやってた人とか、輸入ビジネスなんかでやってた人が、まあ、いまいち全然ね、労力の割には儲からないと言ってた人がね、まあ、eBay でのアマゾン輸出を始めて、化、ま、石、あ、が1桁上がったというのが続出してるのも、まあ、こういった事情を考えれば当たり前と、ね、過等競争の、しかも売りにくい市場で、しかもね、売れば売ったでクレームが来る市場で商売するのか、あるいはね、 その非常に厳しい目でね、それにかなった商品しか流通してない日本で仕入れて、それをまあ甘いね市場である海外に輸出するのか、どっちが儲けやすいかっていったら、それ輸出のほが数段儲けやすいです、英語はどうこうとかね、やり方がどうこうとか、そういうのを抜きにしても、やっぱりはるかに儲けやすいと。ね えー、いろいろ国内でアフィリーだなんだねやろうとして稼げなかった人でもそういった事情から日本で手に入るものを海外に輸出するという輸出ビジネスなら稼げます、えー、今ね天板、えー、アカデミーではサポート会員を募集してますんで、えー、よろしかったらこちらのねリンクをクリックして、えー、どんなふうな、えー、状況なのか、ね、どれぐらいの期間で まあ、稼げるようになるのか、その辺の情報をチェックしてみてください。国内、日本国内じゃ稼ぎにくいです。輸出ビジネスをやれば稼げます。え、ご応募をお持ちでます。以上、天馬アカデミー堀秀夫でした。